食べん動画じゃなくってちょっとねお知らせとご報告があります。さらにね2日に1本出してるんですけど、昨日あげたばっかりなんですけど、また今日もあげてしまいました。今日だけちょっとあげます。なので明日も普通に食べる動画あげるんで、よかったら見てください。で今日はちょっと何の話かっていうと、昨日あげたチーズとんかつバーガーが2本同時に出ちゃってたんですよ。でその原因が1本目編集終わってアップロードしたんですけど、後で見直したらね、油が出ないっていう部分がすごく長くなってたんで、結構ねカットカットしてから短くしたんです。でそれを削除せずにこれをね編集したものをまた追加してしまったんで、2本同時に出ちゃったんですよ。コメントで教えてくれた方ありがとうございます。そのコメントで気づきました。よかったらまた私のこういう失敗があった時にコメントで教えてもらったらありがたいです。すごい感謝です。でこの古いやつをね慌てて消しちゃったんですよ。そしたらね、なんかそっちの消した方に多分コメントがいくつか入って、それをね削除しちゃったからね、コメントしてくれた方やいいねしてくれた方にすごく申し訳なくって、コメントしてくれた方といいねしてくれた方本当にごめんなさい。せっかくしてくれたのにコメントも返さないまま、読まないまま消しちゃって本当に申し訳なかったです。でこの謝罪の話と、あともう一個お話があって、すごくありがたいことにコメントの数もすごく多くいただけるようになりました。それでね、その分食べてほしいもののリクエストが増えたんですよ。なのでね、今もうリクエストがすごいね、かなりの数溜まってきてて、ちょっとねすぐに出せそうにないんですね。で今までは全部リクエスト答えようと思って一個ずつリクエストのもの食べていってたんですけど、多分ねそれじゃこれから追いつかなくなりそうなんで、リクエストの中からいくつか選ばせていただいて食べていこうと思います。まあ動画が2日に1本っていうのもあって、2日にね何個もリクエストが結構来るんで、確実にね間に合わないので申し訳ないです、すみません。まあでもこれからもいろんな韓国の美味しいものを伝えていきたいと思うので、よかったら動画見てください。そしていつもコメントくれてる方、高評価してくださってる方、本当にありがとうございます。そういうコメントや高評価があるからこそ、これから動画続けていこうと思います。こんな動画ですみません。以上お知らせとご報告でした。